わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は名の配列技術を研究している人物を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部ナノサイエンス学科、黒岩啓太教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しているのじゃ？界面活性剤に着目してまして、まあ、界面活性剤は皆さんもご存知のように、洗剤の泡とか、化粧品とかですね、人間の中にある DNA とかタンパク質とか全部それも含めて界面活性剤の働きではあります。でそれをナノの構造として見たときに、それがどれだけ有用な物質になるかというのを研究していると。その有用な物質として研究するために、今までは有用物質として金属とか薬になるものとかいうものを混ぜることによって、どれだけ面白いものができるかというのを研究しているということになります。ナノ構造はですね、一番簡単に言うと、一番小さい単位のナノサイズ、10のマイナス9乗メートルのサイズで構造を作るものなんですけれども、ナノというのがちょうど分子のサイズと同じサイズなので、分子が並ぶというところをナノ構造と言っています。ナノサイズのその分子というのが、特に水に溶ける部分と溶けない部分を持った場合に、そういうナノ構造を作りやすいということになります。自己組織化現象は一番分かりやすいのは水と油に例えられますけれど、水と油はいくら混ぜても混ざらないものなんですけれども、水と油と同じように、水に溶ける部分と油に馴染む部分、この2つを持つ分子をもしも作ることができたら、その水に溶ける部分と油に溶ける部分が、ちょうど並ぶということになります。そうするとそれから自己組織化、つまりナノのサイズにちょうど整列していくということが起こるということです。ふむふむ、研究を生かしてどんなことをしておるんじゃ？その界面活性剤がいろんなところにあるということに着目いたしまして、最近熊本の特に特産物であるトマトの中にも、実はそういう界面活性剤がたくさん含まれているということに気づきました。これは当大学 の薬学部の池田先生との共同研究なんですけれども、でその時に、このトマトの中から実は界面活性剤があって、特にこれはトマチンっていう名前なんですけど、トマチンっていうその界面活性剤が、これまで我々が研究してきたそういうナノの構造を作るために使える材料とほとんど同じだったということですね。それでそれを使うとナノの構造が簡単にできてしまうということで、それを使って、その並ぶ性質と光る金属の材料とか光る薬物とかを入れてあげることによって、そのナノの、構造体、ナノの材料を作ってあげれるということができました。特にトマト由来のこの、界面活性剤というのは、実は体の中に入るとコレステロールを低下させたりとか、あるいは抗がん剤の効果があるということはもう知られておりますので、これに例えば今まで作られた我々が作ってきたナノ材料として投入することによって、抗がん剤がどういうふうに効いているのかとか、あるいはそのコレステロールを低下させるためにはどういうふうな機構があるのかっていうのを光りながら探すことができるということになります。黒岩教授の挑戦はこれからも続いていくのかの？ここまで熊本の特産のトマトとかで、見えてきましたので、実は農産物にはそんなにいっぱいたくさんあるということは、他の農産物にもたくさんあるということになります。だからいろんな農産物の中にある、そういう界面活性剤を使っていろんなナノ材料が作れるという可能性が秘められています。でさらにその材料を使う と、これまで考えられているのは、がんの治療とか、あるいはコレステロールの低下をするということ の、検出試薬にはなると思うんですけど、もっと言うと、体の中にそういう IC チップを埋め込む時の材料とかですね、いうのに使えるようになりまして、心臓のペースメーカーの代わりにとか、あるいは神経の細胞の代わりになるような IC チップを作ることができるのではないかなと夢に描いております。崇城大学工学部ナノサイエンス学科の活躍がますます楽しみじゃ。